総録は、僧侶の登録、十字の任免などの人事を統括した役職である。中国では、党の元河年間に設置されたのが、始まりとされ、橋始め防止を初代とする。その後、改正年間に左右外総録が設けられた。日本では、兼務3年、足利高氏によって、前立法が設置され、前州及び立州を統括した。前立方には、 細川和氏、藤原雄藩、六角氏より赤松のリスケが任命された。後に、前立方は室町幕府の正式な機関となり、総六氏と呼ばれるようになる。1379年、春国明派が初代の総六氏に任じられた。1398年、絶海中津が総六氏に任じられる。当時、中津は小国寺の達中寺院である。 録音院の院授であり、以後録音院の院授が総録誌を兼務するようになり、録音総録と呼ばれるようになった。録音総録は、臨在州の事実上の最高機関として、誤算以下の所持を統括し、所持の自覚決定や、十事の任免、所領、訴訟などの処理を行った。後に名誉職化して皇族などが総録誌に任じられるようになると、 総六氏と幕府の連絡役であった影漁職が、実務の責任者として台頭した。影漁職に就任した人物では八大将軍、足利義政の側近に取り立てられた、木に誠しべが知られる。現長年、江戸幕府によって、人員諸発都が制定されると、総六氏、影漁職は一旦廃止された。1619年、一心数殿が総六に任命され、以後何千時。 昆虫の十字が総録を兼務するようになり、金似総録と呼ばれるようになった。また、総統州の石造説のように、臨在州以外にも総録が置かれた宗派が存在する。歴代総録史以下、主な歴代総録史を記す。三年、大曹操史略巻中、左右外総録、このほか、常時五年に、高来から使者が来日した際、二大将軍、足利義明から、 仮の総録の資格が与えられて、交渉に当たったことはある。今枝愛心、中世全修史の研究東京大学出版会、1970年、財団法人全文化研究所、新日本全修史、字の権力者と前総たち。ありがとうございます。